さあ、聞こえるかー、聞こえるー、じゃあ、はーいって言ってよ、聞こえるかーい、はーい、よし、じゃあ、いいか、いくよ、さん、はい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、うるせえ、3、はい、1、2、3、4、4の長さ、そして逆にさ、前の子がさ、大声出しちゃってるよ。いいよ、出しなさい、あんた負けない、出せばいいじゃない。いいか、いいするな。わかったか、パワーアップすればいいの。パワーアップ装置貸してあげようか。これでキュッ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 ってやればいいのよ。いらない。あ？欲しい。でも子供はお尻から入れるんだよ。いらない。干潮だもん。いらない。入れてほしい。空気だよ。空気じゃないのよ、あれ、あんた。空気だよ。だって伸びしてるだけ。そうだよね。ああ、女の先生いるよ、やってあげようか。うん、まあ、やって。あ、女の先生って怖いんだよ、あんた。いいよ。あんまりイメージ良くないのね。やって。何でもいいからやって。本当？やって。女の先生好き？風の神様で何でもいいからやって。山田君、あんたやめた方がいいよ、女の先生怖い。ねえ、鬼でもいいからやって。鬼？鬼でもいいから何でもいい。ジジイレッジでもいい。女の先生だよ。山田でもいい。はやしひろこさん花の独身女性。あ、メガネつけるとかっこ悪い。そういうこと言うんじゃないよ、やめた。メガネつけないで。メガネつけないで。あ、小学校の人っぽい。先生じゃない、あんな人。あんた。じゃない。やめなさい。うそだよ、やめなさい。あ、ミコスタモさん。髪の毛もいろいろだ。やめなさい。ガルフでいるの？うん、女の子がいるの？うん、じゃあ今度私はデートしよう。いいよ。いやだ、悪いよ。こんな素敵な女をほっといて。何？やめて。どうしたの？欲求不満がね、ヒステリーに変わるの。悪いよ、女の気持ち。苦しい。こんな素敵なのに誰も相手にしてくれないの。山田くん、なんじゃこれは。おじいさんだ。声を出しなさい、皆さん。おじいさん。うるさい。おじいさん。おじいさんじゃないでしょ。おばあさん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 になっちゃったのよ。ばばば。ばばはひどいね、やった。バナナ。バナナ。おばあさん。1、2、3、はい。女の先生で、うん、うん、あの名前だ。女の先生になって、うちの女の先生いいや。あの下に穴開いてたよ、歯ぶきに。何？私おじいちゃんがよく似合う。おじいちゃん、ジジレイヤーやってるじゃん。ジジレイヤー、おじいちゃんの方に。さすがジジイ。にはなんだって？マルコーズジジイ。何？聞こえないの？なんだって？マ
丸坊主じじい。ああ、僕のことかっこいいって。うん、そうかね、ありがとう。違う、丸坊主じじいって似合わない。なんだって？丸坊主じじい。ああ、あんたのおじいちゃん。似合わない。なんだって？似合わない。かっこいいって？ああ、わかる。違う。似合わない。じじい。え？じじい。丸坊主じじい。丸坊主じじい。あるじゃない、ちゃんと剣をこれ。ちょんまげ。どっちが長い？どっちが長い？どっちが長い？上、赤だね。どっちが長い？なんだって？いや。どっちが長い？わけのわからん日本語喋ってんね君。私が聞いてるのはどちらが長いですかって聞いてるの。上か下か？下。どっち？下だよね。でも、わからないときはわからないって言えばいいんだよ。わからない。例えば、ここに赤と青あるんだけど、どっちが長いでしょ、これ。青。まだわからないでしょ？まだわからない、わからない。これはどっちが長いでしょう？知らない。知らないんだよ。そう、今でもわかりません、言った人。大野くん素晴らしい。いいか？科学の世界では、わからないことはわからないと言う。それ、正直なこと。な？やらせはダメよ、ね、インチキな質問させて、ね、自分の方の得させる。ちょっと汚いんじゃないかね。赤と青どっちが長いか分かんない。これで分かるか？分かりません。そうだ、そう言えばいいんだ。どっちだ？青。なんか青が臭くなってきましたけど、まだはっきりしませんね。青。はい、どうでしょう？青。ここまで来るとはっきりしてましたね。もう見えちゃった。もう分かるね。青が長かった。分からないときは分からないと言えばいいんだぞ。はい、どっちが長いでしょう？わからないよ、これ。 青がここまで、ここでは長いかもしれないけども、ひょっとしたら青の方が短いかもしれない。わからない。ここまでどうでしょうか？わかりません。どうですか？わかりません。そう、まだわからない。これじゃあもうちょっと出してみよう。これでは赤。そう、赤が長いとはっきり。もうわかっちゃったね。じゃあこれはどっちが長いでしょう？赤。何？赤。どっち？赤。これはちょっとわからん。青。まだわからないでしょ。まだわからない。まだわからない。まだまだわからないよ、これは。どっちが長い？どっちが長い？青でしたね。じゃあこれはどっちが長い？どっちが長い？どっちが長い？そう、今わかりません言った人は勇気のある人なんですよ。どっちが長い？どっちが長い？わかりません。これはもう多分赤だと思いますけども、まだわかりませんね。はい、どっちでしょう？赤。赤が長いとわかった。ね。わからないときはわからないと言えばいいな。よし。そこで今日は皆さんにお山を描いてもらいますが、お山が一つ、お山が二つ、お山が三つ、お山が四つで四の長さ。お山が一つ、お山が二つ、お山が三つ。お山が、声出してないぞお前。さあ、はい。お山が一つ、お山が二つ、お山が三つ、お山が四つ、お山が五つ、お山が六つで六の長さ。お山が一つ、お山が二つ、お山が三つ、お山が四つ、お山が五つ、お山が六つ、お山が七つで七の長さ。これどっちが長いでしょう？青。山。緑。それじゃあ鉛筆出してください。面白い。何が面白い？お顔が6つ。これお顔だもん。これが面白い。あんたの顔じゃ似てるでしょ。どうした？あのさ、さっきの棒みたいにさ。さあ、これからみんなお山を描くぞ。お山？お山描き。おっさん描き？おっさん描き？鉛筆出してよ。おっさんなんて描くかお前。先生描き？林先生。この辺が林先生。この人不細工。林先生。
これポッカね。知らなかった。ブサイクだね、ブサイク。これね、ちょっと注意してよ。こういう風になってるんだけどね。まあ、黒板使わない。いいか、見ててよ。これね、点から点まで一回やったことある人いるかもしれない。見ててよ。お山が一つ、お山が二つ、お山が三つ、お山が四つで四の長さ。いいか、先生助けに行ってあげるから。お山が一つ、お山が二つ、お山が三つ、お山が四つ、お山が五つ。もう数えるのめんどくさい人は6、7、8、9、10。10の長さ。この前で。先生、丸のとこどうするの？え？何が？丸のとこ。え？丸のとこ。丸って。丸のとこ。まあ、言ってあげれば待っててよ。1、2、3、4、5、6、7、7の長さ。じゃあ自分でやってみてください。先生言ってあげる。その方がいい。お山描いてみろ、みんな。